はい、こんばんは。秋山のゲームへこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。というわけでですね、ドクストコラボの第1弾の、復刻3体ですね。今回復刻します、千空司、琥珀について、情報修正が来てしまいました。ですので、以前もですね、僕動画の方で、これら3体についてのですね、戦力評価と、解説っていうのをやってるんですけれども、今回改めてですけれども、この3体についての再評価をやっていこうと思います。ですので、今回はですね、とりあえず、それらの今回変わりましたところ、ステータスと、自前スキルですね、そちらについてですね、数値化してそれを見ていこうと思います。短い動画になりますけど、最後までお付き合いください。では、いきます。はい、まずですね、ステータスランキング偏差値の比較をしていこうと思います。潜在学生4凸、レベルアップ能力解放完了時点でのランキングとなっておりまして、三角下三角はそれぞれ中央値、現在78人、ゲンとクロムを含まないランキングでの中での数字になっております。ゲンとクロムの、ステータスに関してはまだ判明してませんので、それをどけた時点での数字としまして78人中39、中央値39からの偏差値を出しています。でまず琥珀なんですけども、今回の情報修正で HP がプラス500になります。ですので HP が4486になりまして全体で7位、 MP は146で63位、ストレングスは992で18位、ディフェンスは901で18位、インテリジェンスは592で67位、マインドは913で11位ということで、偏差値を合計しますと、プラスが102、マイナスが52ですので合計で50となります。わりかしですね、実は結構バランスが取れているステータスとなっております。で先駆に関しては今回、ステータスに関する情報修正はなかったです。 HP が1988で、これはドベの78位です。で MP が294で5位、ストレングスが592で75位、ディフェンスが527で78位、インテリジェンスが1091で4位、マインドが983で2位ですので、偏差値合計がプラスが106、マイナスが114でマイナス8となります。先駆はですね、いいところはいいんだけれども、そのいわゆるインテリジェンスとかマインドとかは、その実装当初 MP の、ね、1位だったんですよ。全体の中で1位のものが3項目もあったユニットなんだけど、その結果今、魔法でも強いキャラ増えました。ですので結局インテリジェンスとかマインド MP それぞれ順位が下がってたんですね。でかつ HP とかあとストレングスディフェンスっていうのはもともとすごい低かった。で低いままにいますんで、結果こういう感じでマイナスになってしまったという感じです。つかさは今回 HP がですね1150増えております。ですので HP が5110で4位、 MP が142で73位、ストレングスは1058で7位、ディフェンスが992で4位、インテリジェンスが720で43位、マインドが592で77位となっておりまして、偏差値合計が、プラス102、マイナス76で合計26となっております。なのでこの中で言うと、琥珀が一番ステータスに関してはだいぶバランスが良くなってますが、司に関して言うと今回やっぱ HP がだいぶ上がりました。でこれはまあ最近の傾向ですね。 HP が高い傾向にありますね、最近のユニットが。そこに合わせて司も上げてきたのかなって感じです。で琥珀の強みとしましてやっぱり4項目、HP、ストレングス、ディフェンス、マインド、これらが全てですね、4項目が中央値より上という点です。先駆は実装当初インテリジェンス、MP、マインドに関しては1位でしたが、すでに他に強いユニットが多くなってしまった。司は情報修正で HP が格段にアップして、結果下がってしまっていたランキングが元の位置に戻ったという感じです。先駆だけがですね、もう以前のままっていうのがちょっとですね、やっぱ不憫かなと思いました。では2つ目の項目、自前習得スキルなんですけども、こちら自分が能力解放で習得することのできるスキルをスキルコスト化することによって、そのユニットの強さを測るという考え方です。で今回からですね、1つルールを追加してました。それが情報修正で追加された個性は自前習得スキル値 JSC に含むとしました。っていうのが今回の、追加で情報修正でだいぶ個性が変わったんですね、それぞれのユニットが。でそれによって追加された個性っていうのはもう何なら能力、スキルが追加されたという考え方もできますんで、その辺のプラス値も反映したいと思いましたんで、追加された個性、今後もそうですけども、今後情報修正で個性が追加がされた場合っていうのは、それも自前習得スキル値に含むようにしていきます。はい。では、琥珀から見ていきますけども、ここからこの3体に関してですけども、この光っている星が追加されたスキル、ないし個性。で、白い星は追加はありなんだけども、今回その自前習得スキルとしては追加値がないと。いうものをしてます。まず追加された個性がですね、オートクリティカルが追加されました。なのでスキルコスト9で、個性に追加されたのが仲間思いが、これが固定回復というか、自身の HP 減少量を少なくして、かつ仲間に対する HP 回復量がアップですので、要は自分自身が減った分がいくんじゃなくて固定値があるという考えになります。
なのでこれはですね、普通に HP の回復がありますので、相談と同じようにさせてもらいました。なのでスキルコスト3です。で、銀狼に関してはですけども、もともと貫通効果があったんですね。で、今回追加されたのが物理と超必殺技のダメージがプラス 10% 追加になりましたので、こちらですね、まあ分けて考えることもできたんだけども、まあいずれにしろもともとストレングスが基本になってます超必殺技なので、なのでストレングスの 10% アップしたという考え方にさせてもらいました。なのでそれは攻撃アップ2がストレングスアップ 5% なんで、それかける2でスキルコスト4とさせてもらいまして、追加された分がスキルコスト4としました。で、金狼に関しては、もともと追撃があったんですけども、物理と調査のダメージが突破がプラス3000ですので、ナメトツに関してはいつもスキルコスト0と換算しておりますので、追加値はなしとしました。で、ヤンチャ娘がもともとブレーカー要素ですね、ブレーク値が上げるというのがあったんですけども、そこに対して、ブレーク値の、与える物理ダメージがプラス 20% アップというのがつきましたんで、ブレークブーストがスキルコスト7であれが 30% アップなんですね。なので3分2をかけさせてもらって、約5ですので、ヤンチャ娘はプラス5をしまして、スキルコスト10にしました。今回追加されましたスキルで投資アップ3、そして剣ブーストダブルインパクトが追加されました。で、その他二刀流や攻撃アップ、父上の盾、堂々、チャージ特技1、比叡、HP アップ4などなどありますけれども、これら全て合計しますと合計が189になりまして、追加値が39となります。で、そして千空なんですけれども、個性値に追加されたのが化学魔法のダメとつプラス4000で、オートリキャスト、これがですね、まあ、エミリアの時に解説しておりますけれども、スキルコスト9で検査しております。で、個性に追加されたのが4属性の超必殺技の威力上昇 25% となりました。もともと 20% 上昇だったものが、超必殺技を含んで 25% 上昇になりましたので、で、既に習得スキルとして実装されてます超必殺ブーストがあれがプラス 20% で、超必殺ハイブースト、あちらがですね 30% ですので、その間ですんで、スキルコスト4としました。で、4属性の魔法物理の威力上昇ってことなんですけど、まあ、魔法と物理の威力上昇ってこれアタックレーザーですね。まるまるアタックレーズが、まあ、スキルコスト11で2が15なんですね。で、アタックレーズ2が 30% アップで、アタックレーズ1が 20% アップですので、この間が 10% 分なんですね。で、なんかスキルコスト4っていうのが 10% 分という捉え方をさせてもらいまして、割る2をしまして2としました。なので個性2で追加された分の、合計スキルコストは6としました。で、ラーメンコーラの発動確率アップなんですけども、この発動確率アップってなかなかちょっと、数値化しにくいんで、追加値に出しとしました。ユズリハの癒しに関してなんですけども、HP が確定で発動なんですね。で、MP 回復が発動確率アップだったんですけど、もともとが僕は確定発動という計算をさせてもらいまして、勝利の美酒と栄誉の美酒の合計でスキルコスト8としておりました。なのでこちらも追加値なしでいきます。で、今回、千空は状態上耐性が強化されました。それが、沈黙と、麻痺がですね、もともと耐久だったんだけども、そこから無効化されましたんで、1段階アップした、なりますんで、沈黙耐性がプラスされた。そして麻痺耐性がプラスされた。ですので、こちらが、スキルコスト4と5に追加させてみました。で、その他ですね、科学のひらめき、そして胎児の守り、科学力アップ極み等々ありまして、あと魔法も等々ありまして、合計がスキルコスト162となりました。追加値は24です。で、最後司なんですけども、こちら、なんと個性1にヒューマンスレイヤーが追加されてしまいました。はい、人間系5種に対してですね、物理攻撃の効果が大になるというもので、こちらディルモード解説した時に計算しておりますけども、スキルコスト45になります。で、個性に追加されたものなんですけども、こちらは、ダメトツに関するものですね。最大ダメージがプラス5000が効果として入りましたんだけども、ダメトツに関してはこちらスキルコスト0で計算しておりますので、こちらは0としています。で、技能スキルの強化としまして、石像破壊。こちらが特攻破壊時のダメージをプラス 20% になりましたので、これは特武と一緒になりますので、追加値はスキルコスト6にしました。で、クリティカルインパクトなんですけども、こちらもともと、クリティカル発生時に追撃とがあるというものだったんですけども、そこに対して超必殺がクリティカルするようになるというものになりました。なのでこちらクリ発生時追撃なので、もともとはプラウドフォースにしてたんですけども、で、今回追加された要素が超必殺がクリティカルするようになるというものなんで、こちらの、丸々クリティカルってあるじゃないですか。光クリティカルとか、闇クリティカルとか。あれが、スキルコスト6ですので、で、それをまあ代入させてもらいまして、クリティカルインパクトの追加値はプラス6とさせてもらいました。
で、王者の風格、こちらが、物理攻撃のダメージプラス 20% 効果付与になりますので、まあ、要するに、物理攻撃の4ダメがプラス 20% ですので、まあ、これはアタックレイズが、魔法と物理、どちらもなんですね。どちらもが、で、がプラス 20% なんで、あれを割る2にさせてもらいました。なので、5.5 ですので、6になりますので、王者の風格の追加値はプラス6としました。で、合計アップさんは、スキルコスト6で、アリスを解説した時に計算しています。ロイヤルアーマーとコーブスが追加されましたね。それぞれ8と6は追加されてます。で、威圧やら、エイキやら、攻撃アップ4やらありますんで、それら全部合計しまして、なんと合計が200を超えました。207です。追加値はなんと83。めっちゃ増えてます。めっちゃ強くなってます。つかさ。というわけで、自前習得スキル値のランキングなんですけども、今回の再評価でこうなりました。はい、ちなみに、元々の位置がですね、ここにいます。闇ティンキーの下、ザイクスの上あたりですね。このあたりに琥珀旋空つかさ、それで3体並んだんですよ、はい、だけども旋空が少し上がってここリリーとディルモードの間に入りました。琥珀はもっと上がってこちらゼレオークとネロの間に入りました。で、つかさはもっと上がってですね、こちらミリムとラグロボスの間に入りましたんで、つかさかなり強くなっています。最近のキャラと、比べてみても遜色ないぐらいなんですね。で、要は個性とか技能スキルの強化に関しては全部攻撃系なんですかね。ダメージがアップするためのものになってるんですけども、アビリティピースの追加に関して言うと、合計アップとかロイヤルアーマー、そしてステータスのところで言うと HP アップっていう感じで、耐久性も上がってる。だからどちらも上がってるのが、司の特徴かなと思います。というわけで今日は短いんですが、これでまとめをさせてもらってます。もう司はもう最強のタンクになり得るなと思います。はい、確定ではないですけども、やはりこの元々からして特攻向こうを持ってるんですね。でさらに自身が今度ヒューマンスレアを持ってしまったという点はかなりずるいと思います。ディルモード以来のヒューマンスレアの実装で、かつ自前でダメ突プラス5000いくんですよ。自前で 14,999 出せるんですね。でもちろん他にも、装備やらないやら積んだらですね、もっともっとダメージ突破できるというのはかなり強烈です。だからつまりそのままでも十分な火力を持ってる上に、さらに特攻無効でロイヤルアーマー持ちのタンクなんですよ、ね、で HP5000 超えっていうのもこれも最近の傾向が反映されてるんですね。僕はよくその第3世代って言ってますけども、神獣霊以降っていうのはもうどのユニットも HP とかディフェンス、いわゆる高い耐久性っていうのを持って出てきてるというのがありますね。そこら辺が反映されたんかなと思います。なので今回アリーナもアップデートが来ますけれども、新アリーナではもう昨日も言いましたけどもね、昨日のライブでも言いましたけども、防衛パがすごく重要、なってます。なのでやっぱこの司、新しく、パワーアップした司っていうのはかなり重要なキャラになっていくと思いますんで、司がいるだけで戦うの控えようかなと思いますもんね、で、まあ余談ですけども、やっぱ旋空には窓アップつけてほしかったですね、せめて窓アップつけて、もう少し、もともとディフェンスとかマインドがあんだけ低いんで、それを補うようなというか、まあ、だからでも強いよっていうところをね、やっぱしてあげたかったけど、今回なかったのちょっと不憫やなと思いますね。まあ、という感じで、まあ今日はですね、それぞれの戦力評価だけさせてもらったんで、改めてなんですけどもね、この復刻3ユニットの育成テンプレですね、いつもやってるスキルセットの話ですけど、あれに関しては、まあ、アリーナを意識したものっていうのは、後日、また動画で出させてもらおうと思います。今日の解説は以上になりますけれども、面白かったな、良かったなと思っていましたら、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。で、こちらの動画ですね、ドクストコラボ第2弾開始の日にアップしている予定なので、はい。まあ、この後今日の夜はですね、ライブで朝霧弦のガチャを回していこうと思いますので、よかったらそちらも見てください。それでは、今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。